labbra di Pechino. La legge è questa. Grandota pura sposa sarà di chi di sangue regia, spieghi e predigami che la proporrà. Ma che affronta il cimento vinto resta, volga la scuola, la superiore. Thank you.
姫の出す三つの謎に答えることができず、掟に従って死刑場へ連れられるペルシャの王子。その姿を憐み、王子カラフはトゥーランドット姫に怒りを覚えます。しかし姫の姿を見たカラフ自身もまた、死の恐怖を忘れ、姫の美しさに心を奪われるのでした。
トゥーランドット姫の美しさに心奪われた王子カラフ。姫の父である皇帝が止めるのも聞かず、三つの謎に挑む決心をします。恐れを知らぬタタールの王子カラフ。父ティムールとカラフを慕う娘リュウは、固唾を飲んで見守るより他に術がありません。
誰一人答えることのできなかった三つの謎を見事に解いた王子カラフ。謎を解いた者との結婚が掟であるにもかかわらず、姫はカラフを拒みます。自分の死と引き換えに、カラフは一つだけ謎を出すのでした。その答えを探せと命じられた人々は、ついにカラフを慕う竜を拷問にかけるのです。
Lasciatemi passare! Anna! Sì, vinci questa!
冷酷非情と恐れられたトゥーランドット姫も、愛する人のために自ら死を選んだ竜の姿に動揺します。動揺しながらも、自らを天の子と呼び、王子カラフを拒み続けるトゥーランドットに、カラフはなおも真の愛を説き続けるのです。Thank you.
Vinto, 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 v